こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、スマホカバーというキーワードで儲かる商品にリサーチしてみた。こんなおしゃれでかっこいいスマホカバーで利益1600円かすびっくりですよ。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。今回はですね、商品ですね、儲かる商品の、動画なんですけど、2本ですね、まあ、できれば2本、消化させていただきます。ぜひね、楽しみにしてください。はい。まず1本目ですね。まずこちらですね。今回ですね、輸入ノーブランドですね、ちょっと調べてみました。はい。で、利益ですね、出すときにはですね、まあ、新品で送料込み売り切れなんですけど、まあ、できれば2000円以上ですね。2000円以上をしていただければ、まずですね、赤字になることはないので、まあ、ここはですね、2000円以上、または3000円以上で設定していただければいいかと思います。はい。で、今回ですね、こういったちょっと見てみたんですけど、ちょっとね、おしゃれな、こういったのですね、iPhone 11のね、おしゃれなスマホカバーを見つけましたので、これね、調べていましたので、ぜひ紹介していただきます。これなんですけど、見ていただくとですね、もうここら辺で、ノーブランドですね、ノーブランド、新品なので、海外製造。まあ、これはですね、ちょっと調べていました。で、まあ、今回ですね、このスニーピン2ですね、この場所はですね、こっちですね、ここにあるんで、ここね、クリックしていただくとできますので、ぜひね、利用していただければいいかと思いますね。はい。で、このツールをね、利用して、今回ですね、こう写真をですね、画像をコピーして、調べてみます。で、ここですね、こう3秒していただければですね。はい。はい。そうしましたら、こういった風な黒い画面出ますので、ここをですね、斜め一直線ですね、行ってください。そうしますと、画像ですね、が出ますので、まあ、これをですね、今回 PC のね、ちょっとコピーしまして、デスクトップですね、ここに入れていきまして、ちょっと調べてみますね。で、まあ、ここですね、アリババ16888、ここを使って調べます。で、ここですね、ここをクリックしてください。はい、そうしたらこういったふうな画像が出てきますので、先ほどので写真ですね。これですね。そうしますと出てきますね。はい。あ、違いますね。すいません。これは違いますね。ちょっと僕は調べますね。すいません。こっちですね。すいませんね。ここですね。はい。ちなみにこれランボルギーニですね。すいません。本当に。で、これで出てくると思うんですね。少々お待ちください。あれ出てこないかな。出てきましたね。はい。そうしますと、同じようなですね、商品が出てきましたね。はい。で、値段ですね。値段を見ていただくとわかるんです。こことここは安いですね。はい。で、製造ですね、出品してるのがこう6年でこっち用なんで、ここが一番信用ありますね。こうクリックします。はい。そうしますと、ですね、出てますね。11、ここですね。プロ、ここですね。18元ですね。はい。なので、今だいたい、元がですね、16.5ぐらいですね。考えてくださいね。はい。で、18ですね。はい。で、こっち18ですね。はい。そうしますと、大体ですね、1個297円ぐらいですね。の価格になりますね。はい。で、この商品をですね、利益を出すためなんですけど、まず、まあ、これからクリアしますね。商品ですね、これ2580円ですよね。はい。そうしましたらですね、2580円かけるですね、0.9ですね。はい。そうしますと2322円ですね。はい。で、ここからまず先ほどの値段ですね。仕入れ価格が290なんですね。はい。そうしますと、2025円になります。で、ここからだいたい配送代がですね、まあ、1個当たり、まあ、大量にね、仕入れと考えて、まあ、137円ぐらい考えてください。で、まあ、税金ですね。税金はだいたい、まあ、50、まあ、
うまくいって50円ぐらいですね。50円と考えていただいて。で、まあ、国内ハーフですね。これは、スマホなので、だいたい今、猫ポサー制ですね。で、オクルスとして、175ですね。はい。はい。そうしますと、1663ですね。まあ、だいたいざっと見て、もうちょっと変動があると思うんですけど、まあ、100円、200円、100円マイナスかなっていう変動があるんですけど、だいたいこの商品は仕入れれば、メルカリで販売して1663円ですね、利益出ます。なので、儲かれますので、ぜひね、仕入れていただければね、いいかと思います。はい。ありがとうございます。ではね、次の動画に行きます。はい。2本目ですね。で、今回ですね、2本目も紹介させていただきます。はい。今回、輸入ノーブランドですね。はい。で、先ほどしてですね、2000以上ですね、新品、送料込み、売り切れと、完了してください。はい。で、まあ、前回よりもですね、もう少し儲かる商品ですね。この時計ですね、これ3980円の、かなり高く売れてるんで、これをですね、紹介させていただきます。はい。で、ここもですね、こう見ていただくとわかるんですけど、まあ、ノーブランドでね、売ってますね。商品検品済み、ノーブランド輸入なので、まあ、若干傷があるってことで、これ新品ですよね。で、これをですね、調べてみました。はい。で、こちらをですね、使っていけますね。で、これでクリックします。はい。デスクトップに来ますね。はい。で、こちらの1688からですね、また、リサーチをかけさせていただきます。はい。出てきましたね。ありますね。はい。全く一緒ですね。これ、一緒、ここから取ってますね。これ、全く一緒ですね。はい。で、値段なんですけど、大体、ここは34円ですね。ここも一番安いかな。ここも一番安いですね。営業も7年やってるんで、かなりで老舗ですね。こうクリックしますね。で、商品は黒と赤。これ赤ですよね。なので34元ですね。はい。なので大体ですね、今現時点で、はい。そうしますと、561円ですね、日本円で。で、この商品がですね、どれぐらいの利益出るかと言いますと、これ、クリアしますね。3980円、かなりいい値段ですよね。配送込みで、電池入ってるんですね。電池は入ってるんですね、これは。結構お得ですね。はい。で、あ、すいません。はい。3980円かけるですね。0.9ですね。手数料をまず引きますね。はい。その後なんですけど、先ほどの値段ですね。561円ですね。はい。で、この後、国際配送料ですね。が大体137円くらいと考えていただけるですね。はい。で、まあ、税金ですね。国際税金。まあ、ちょっと少なめなんですけど、50円くらいですね。考えていただいて、あとですね、国内の、配送代ですね。これでしたらですね、そうですね。まあ、まあ、定期以外使っていただいても、まあ、300円ぐらいで送れると思いますので、まあ、300円マイナスですね。はい。そうしますと、この商品の利益なんですが、なんと2530円儲かりますね。かなりいい値段で儲かりますね。これ4つ売ってしまえば1万円利益出ます。はい。なので、この商品はですね、非常に儲かる商品なので、ぜひね、まあ、興味ある方ね、出品していただければね、いいかと思います。はい。まあ、そんなに出てないので、すぐに売れるかちょっとわかんないんですけども、まあ、売れてるので、まあ、ぜひね、仕入れていただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み、質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。